崩れで道が塞がっている。船長がいた。グランソワと骨も。ケントだ、来てくれた。でも岩で道が塞がってる。あ、ここまで来られる。岩をどかさなくちゃ。ダブル、君の出番だ。ブルッと任しとき。ワイのパワーブルドーザーでささっと綺麗にしたるわ。パワーキャッチャーセット。よっしゃ、どんどん片付け。こっちに置いて。了解、ケント。これで最後や。ありがとう、ラブル。さあ、二人を助けに行こう。やった、岩が片付いた。イエーイ。うわー、もう、あー、イエーイ。いやー、もう、わー、あー、地面についたら教えて。着きましたよ。あ、おう、楽勝だったね。次はホレイショの番だぞ。いや、このままここで骨を掘り出すよ。危ないですよ、船長。崖が崩れるかも。気をつけてやるよ。これを掘り出したらついに恐竜の標本が完成するんだ。ふふふ、イエーイ。え、危ない。ごめん。よし、僕が船長と一緒に骨を発掘して降りるよ。スカイ、ハーネスをお願い。了解、ケント。ダブル、パワーキャッチャーで骨を下ろす用意をしてて。僕は上まで行ってくる。ブルッと任しとき、ケント。あの骨、何味かな。スカイ、あげて。あ、ケント、もう少し近づけて。気をつけて、ケント。それじゃあ、船長、この骨を掘り出そう。そろいいかも。よし、ラブル、パワーキャッチャーをこっちに。行くで、ケント。伸びろ。ラブル様にお任せや。もっと上。よし、下ろして。オッケー、掴んだ。おほー、ラブル、引っ張って。崖がどんどん崩れていくぞ。あれ、ケント、助けて。スカイ、船長を頼む。このハーネスで船長を下ろすんだ。それつけて、船長。おほー、ホレイショー、フランソワ。僕が発見した僕の骨、世紀の大発見、フランソワサウルスだ。フランソワ、うんうん、つまり、フランソワタルボットザウルス。あとパウパドロール。恐竜の標本の完成を祝って疲れた。骨で大喜びするんはワイラだけやなかったんやな。すっごくかわいい、ちっちゃなカメちゃん。それともユメちゃん。じゃああなたはメメちゃん。マメちゃんにチャメちゃんとヒメちゃん。カメ太郎。僕、カメ太郎って名前好き。この子は甲羅が星の模様、スターちゃんね。みんな水大好きやな。池や川に住んでるカメなのに、どうしてここにいるんだろう。元に戻してあげないと。あ
にもいた。農場の池がカラカラだ。あそこから来たんだね。僕らに任せて。どんなトラブルもパウパトロールならパーフェクト。パウパト、池に水を運ぶ湧き水か水路が地下にあるはずだ。なんや、水たまりならあるで。ラブル、どうしたの？やっぱりここが亀の家や。まだ残っとったで。どうして水がないんだろう。そうだ、新しい穴を掘ってみよう。そこから水が出てくるかも。ラブルの出番がやってきたで。よっしゃ。ちょっと待っててね。もうすぐみんなでまた遊べるよ。亀さんの遊び場を作るなんていいアイデアであります。ウォータースライダーで遊ぶかい？飛び込んで、コメちゃん。あ、違った、マメちゃん。ナイスジャンプした。出えへんな、もっと深く掘らな。お、もしかして。よっしゃ、検討やったで。まるで噴水や。あれ、このままやと。パワーブルドーザーが沈んじゃう。早く出ないと。動かへん。どないしたらええや。ズマ、チェイス。こちらチェイス。今すぐ農場に来て。急いで。了解だぜ。イエイ。行くぜ。まずいで。パワーブルドーザーが沈んでもた。チェイス、ウィンチを。了解、ケット。ウィンチ。セット。ズーマ、フックを。乗って乗って乗っちゃうよ。プロペラスクリュー。あかん。はよ助けてな、頼むで。オッケー、チェイス、引いて。その任務お任せだぜ。お風呂は好きやけど、これは勘弁や。やった、動いたで。チェイス、ズーマ、大きりな。助かったで。お安いご用。次は亀のお引っ越しだ。スカイ。はい、ケント。何？水が戻った。亀たちを連れてきて。やったー、イエイ。みんな行こう。お家よ。池はすっかり元通りだよ。これでゆっくりできるね。もうあちこちに行っちゃダメだよ。お帰りやで、メメちゃん。楽しんでや、姫ちゃん。思い切り遊びな、亀太郎。よかった。お、全員いる。ラブル解決したら見て。